優勝を報告したのは佐伯方南高校の工業部の生徒6人です。6人は先月福島県で開かれた高校生ロボット相撲全国大会に出場し、自立型の部で2年連続の優勝を果たしました。報告会では小畑英二校長が喜びと誇りを感じ心から祝福しますと工業部の生徒たちを称えていました。全く実感が湧かないですね。でもただただ嬉しいです。ちょっと相手の動きがちょっと結構早かったので、それに合わせるプログラムを考えるのが大変でした。